ブラウフレンキッシュは赤ワイン用の暗色の皮を持つブドウ品種である。晩製品種であるブラウフレンキッシュは典型的なタンニンが豊富な赤ワインを生産し、スパイシーな特徴を明確に発揮する。主に中央ヨーロッパに広範に栽培されており、オーストリア、チェコ、ドイツ、スロバキア、クロアチア、セルビア、スロベニア、および イタリアのフリーウリベネツィアジュリア州のワインを含む。ハンガリーではケークフランコシと呼ばれ、ショプロン、ビラーニー、セクサールド及びエゲルとして知られる有名な赤ワインブランドの主要なブレンド品種であるのワイン生産地域のいくつかで栽培されている。また、東ヨーロッパでの普及と評判のため、東のピノノワールと呼ばれることがある。アメリカではこのブドウはアイダホ州、 ワシントン州及びドイツによく似た気候のニューヨーク州のフィンガーレックス周辺で栽培されており、レンベルカー、ブラウアー・リンバーガーあるいはブルー・リンバーガーとして知られている。DNA 型鑑定では、ブラウ・フレンキッシュがグーエブラント・ブラウチメートトラウベの子孫女系親との後輩であることがわかっている。歴史的なアンペルグラフの情報源では、 この品種の起源としての地理的領域はした、シュタイアーマルクであるという非常に堅実な証拠を提供してきた。ブラウフレンキッシュは DNA 分析が適用される以前から画面品種のクローンであると誤って考えられていたが、これは携帯学上のある種の類似性のためであるほか、ブルガリアでゲームという別名で呼ばれていることも一因である可能性がある。ドイツ語名のレンベルガーは、 19世紀にオーストリア・ハンガリー帝国に含まれた当時のスロベニアの下下ーマルクのレンベルクプリ、シュマリエからドイツに輸出されていたことの名残である。1877年にレンベルガーシュブドウのドイツへの輸出の記録が残っている。ほぼ同じ名前のリンバーガーはゲオストリアのマイサウのリンベルクを指し、19世紀後半には筆劇のリンバーガーブラウフレンキッシュが販売された。 ワシントン州は北米のいくつかの主要なワイン生産地域の一つであり、レンベルガーの栽培を行っている。このワシントンワインに使われるブドウはほとんどが焼きマバレーで栽培されているがオリンピック半島でも栽培されている。ミシガン州でも少量のレンベルガーが栽培されており、ニュージャージー州、アイバホ州、ニューヨーク州、コロラド州、オハイオ州、バージニア州、および カリフォルニア州でも栽培されている。DNA 分析でブラウフ・レンキッシュがグーエブランと別の不明品種との交配種であることが示されているブラウフ・レンキッシュが初めて公式の文書に現れたのは1862年に行われたオーストリアのウィーンでのブドウ栽培の展覧会にこのブドウが含まれていたという記録だがブドウの存在自体ははるかに古くおそらく中世にはすでに フレンキッシュ系の別名品種が存在していた。フレンキッシュという名称は、ドイツワインの生産地域である、フランケン地方から来ており、北西のバイエルン州、ハイルブロンフランケン地域連合周辺の、バーベンビュルテンベルク州の北東部、チューリンゲン州の南部地域を含む。中世にはこの地域のワインは高く評価され、優れたワインを生産することができると考えられていた、ブドウは、 フレンキッシュと呼ばれ、それほど高く評価されていないハンガリー由来のブドウと区別されていた。この時代から1900年代にかけてのある時期に、ブラウフレンキッシュ、文字通り青いフレンキッシュがこの地域で栽培され、始めた可能性が高い。フランケン地方との密接な関係にもかかわらず、アンペルグラファーたちは、ダルマチアからオーストリアやハンガリーまで広がっている土地のどこかにこの、 ブドウの起源が存在している、可能性が高いと考えている。彼らの考えはこの地域に由来する別名が多数存在することに基づいており、DNA 分析の証拠が古いハンガリーワインのブドウ品種であるケイクフランコ種が実際にはブラウフレンキッシュと同種であり、グーエブラント未知のブドウ品種がブラウフレンキッシュの親品種であるということを示しているのと同程度に信じられている。 フランス名であるにもかかわらず、グーエブランは東ヨーロッパ起源と考えられており、ホイニッシュという名称も粉族から派生したと推測される。また、グーエブランは別のハンガリーワインのブドウ品種である、フルミントの親品種であると確認されているが、グーエブランとブラウフレンキッシュの両方の正確な発祥地はわかっていない。別名のレンベルガーやリンバーガーが最初に、 文献に現れるのは19世紀も終わりに近づいた頃でこのブドウがオーストリア・ハンガリーの都市であるレンベルクとゲオーストリアのリンベルクが起源であるとの推測に関するものである。1875年、フランスのコルマールにある国際アンペルグラフ委員会はブラウフレンキッシュを公式に認可された名称として採択した。ワシントン州のレッドウィローブドウ園のブラウフレンキッシュの は、ハブラウフレンキッシュ種のブドウは、早春の霜に感受性がある和世質が品種として知られている。一方で、晩成熟成品種であり、比較的暖かいブドウ園で栽培される傾向がある。ブラウフレンキッシュで、最も蔓延している、ブドウ栽培場のハザードの中には、うどんこ病やべと病がある。ブラウフレンキッシュは、比較的容易に、高収量収穫ができる高生産性ブドウと、 考えられている。ヨーロッパのいくつかの地域では、100ヘクタール、約5.3トン、エーカー程度収穫されることは珍しいことではない。しかし、過度に、高収量のブドウを収穫した場合、緑の強い雑草様の匂いのするスっぺらいワインを生成する傾向がある。今日のブラウフレンキッシュは、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、ハンガリー、オーストリアと世界中で栽培されている。 日本での栽培についてはほぼ行われておらず、子孫種にあたるツバイゲルトが北海道で年間200トン程度栽培されているのみである。ブラウフレンキッシュは東オーストリアのブルゲンラント州で広く栽培されている10世紀にはすでにブラウフレンキッシュまたは同様の先駆品種がオーストリアの地域で栽培されていた可能性がある。ブドウ品種学者のセバスチャン・ヘルブルンは 彼の1777年の著書、ウィーン地域に共通するブドウの品種の中で、この品種を、ゲ・オーストリアの最高の赤ブドウ品種の一つとみなし、シュワルツェ・フレンキッシュという名前を使用した。現在のオーストリアにおけるブラウ・フレンキッシュは、ツバイゲルトに次いで2番目に重要な赤ブドウ品種であり、2008年にはオーストリアの全作付け面積の6%に達し、 3340ヘクタールであった。これらの栽培の大半はオーストリア東部のブルゲンラント地域で行われている。特に中央、ブルゲンラントでは2008年2194ヘクタールが植えられ、ブランフレンキッシュラントというニックネームが付けられるほどである。中央、ブルゲンラントは東からパノニア定地を渡る乾燥した暖かい風と地域の北、南、 西への丘陵地域に守られている影響により、ブドウ栽培に理想的とされている。ブルゲンラント以外の地域では、ノイジードルコ生産地域に807ヘクタール、湖に隣接する丘陵地帯である、ノイジードルコ丘陵を生産地域に962ヘクタールのブラウフレキッシュが栽培されている。湖からの暖かく穏やかな気候の影響を受けた、この地域で生産されたワインは、 ワイン評論家でマスター・オブ・ワインでもあるジャンシス・ロビンソンによると、豊潤でより豊かなフルボディであり、南ブルゲンラントの粘土質のブドウ畑の土壌がより、多くのスパイシーな匂いを持つワインを生産する傾向を生み出している。カルヌントム地域はウィーンとノイジードルコの間に位置し、シュピッツァーベルクの町に近い粘板岩質の土壌には、いくつかのブラウフレンキッシュを栽培する農家がある。 オーストリアワインのスタイルと生産地域規定、ライタベルク DAC ブラウフレンキッシュがしばしばサンローランとブレンドされるオーストリアのブラウフレンキッシュはいくつかのオーストリアのコントロールゾーンディストリクトゥス、アウストリアエコントローラートゥスオーストリアの生産地区規定において許可品種である。ブルゲンラントの生産者たちは軽量で損熟成していないライトボディのワインを 中央ブルゲンラントの DAC クラシックと名付ける傍ら、孫熟成したフルボけのものをブルゲンラントの DAC リザーブと名付ける傾向がある。南ブルゲンラント南部のアイゼンベルク DAC では、鉄分が豊富な土壌でブドウが栽培され、独特の品種を生み出す傾向がある。ライタ山無役周辺の年板岩及び石灰岩の丘に位置するライタベルク DAC では、 ブラウフレンキッシュは85%以上を構成しなければならず、残りの部分をサンローラン、スバイゲルト、またはピノノワールでブレンドし調整することを許可されている。ロビンソンによると、この低温ワイン地域でのブラウフレンキッシュは、神経質でエレガントな傾向があると言われる。オーストリアでは、ブラウフレンキッシュは、濃色で濃厚な果実の香りを持ち、 胡椒のようなスパイシーな香りと酸度の高いワインを生産する傾向がある。生産されている場所によっては、ワインは損熟成しないことも可能であるが、バレル損で熟成を行うこともある。未熟成スタイルは軽いボディになりがちだが、オークソン仕様はよりフルボディになる傾向がある。ドイツでは、ブラウフレンキッシュは1729ヘクタールの畑があり、 シュトットガルトの町周辺のビュルテンベルクワイン生産地域で主に栽培されている。このブドウがしばしばブラウアーレンベルガー、またはブラウアーリンバーガーとしてよく知られている。この地域ではオーストリアで作られる典型的なスタイルよりもタンニンが少なくよりライトボディのワインを作る傾向がある。チェコではフランコフカとして知られているブラウフレンキッシュは2番目に 広く栽培されている赤ぶどう品種である。それは後期熟成のためにモラビアのワイン上地域でのみ栽培されている。スロバキアの総ぶどう園面積の約9%にあたる1742ヘクタールでブラウフレンキッシュが栽培されており、フランコフカモドラとしてより広く知られている。ブラチスラバ市では地元のワイン生産者が世界中のブラウフレンキッシュの例と同様に地域の フランコフカモドラワインに注目したワイン祭りを毎年開催している。ハンガリー南西部のメシケナダスで育ったブラウフ・レンキッシュケーク・フランコ酒のブドウハンガリーではケーク・フランコ酒及びナジブルグンディとして知られている。オーストリアのブルゲンラントとの国境近くのショプロン周辺、ハンガリー中央部のエゲルト・クンシャーク周辺には8000ヘクタール以上の農地にこの品種が植えられている。 エゲル地域では、エグリピカベールの近代化の一環として、カダルカをケークフランコ種に置き換えている。ルーマニアでは、ブラウフレンキッシュは、ブルグンドマーレという名前で呼ばれ、891ヘクタールの栽培地のほとんどが、南部ワイン地域のシュテファネシティとデアルマーレ近郊にある。近年、このブドウの栽培は、国会近くの温暖な地域にまで東に向かって、拡大してきている。 ブルガリアでは長年にわたりガメとして知られているこの国のブラウフレンキッシュ栽培は実際にはブラウフレンキッシュであることが DNA 鑑定で証明されるまでフランスのボジョレー地区で栽培されたガメ種のブドウと考えられていた。クロアチアでは約880ヘクタールのフランコフカと呼ばれるブラフレンキッシュがクロアチアのブドウ園植え付けの2.7%を占めている。 この数は以前は異なる品種のボルゴンニアと考えられていた栽培の多くが DNA 検査によってブラウフレンキッシュであることが証明されているため上昇すると予想されている。クロアチアの植え付けのほとんどは国の北西部とアドリア海沿岸のイストリア半島のクロアチア共和国地域にある。セルビアではブラウフレンキッシュ栽培の大半はボイボディナにある。イタリアでは このブドウはフランコニアネーラとして知られ、フリウリヴェネツィアジュリア州のファンラディゾンゾとラティザーナデノミナツヨーネディオリージネコントロラータのワイン産地に主に127ヘクタール栽培されている。スペインではいくつかのブラウフレンキッシュの実験植え付けがスペインワイン生産地域のマラガとシエラデマラガで行われており、ドイツ系のワインメーカーが単一品種ワインを生産しており、 ブラウフレンキッシュの別名であるランベルガーを名乗っている。ワシントン州のレンベルガーワイン新世界において、ブラウフレンキッシュは、アデレードヒルズのオーストラリアワイン地域で見つけることが、でき、この地の単独のワイナリーであるハーンドルフヒルは、フルボディの赤ワインを生産するために、この品種を20年間にわたって栽培している。オーストラリアの他の生産者たちも最近、ブラウフレンキッシュを植え始めており、 近くそれぞれの使用の製品を発表する予定である。カナダでは、オンタリオ州のナイアガラ地域、ブリティッシュ、コロンビア州のバンクーバー島ワイン生産地域、ノバスコシア州、及び、オカナガンボンチで様々な栽培が行われている。アメリカ合衆国においても、カベルネ・フランと、しばしばブレンドされることが多いニューヨーク州の、フィンガーレックス、カユーガ湖、ハドソン川周辺。 ロングアイランドエイバからカリフォルニア州、ワシントン州に渡って見ることができる。ペンシルバニア州ではエリーコとリーハイ渓谷、エイバでこの品種とブレンドワインが生産されている。アイダホ州のスネークリバー渓谷エイバには数エーカーのブドウ畑がある。ブラウフレンキッシュは最近ニュージャージー州でも作られ、特に外延沿岸平のエイバでこの地域の特産ブドウになっている。 さらに、ニューメキシコ州、バージニア州、ロードアイランド州、メリーランド州、ミシガン州、モンタナ州、コロラド州、そして、南東ニューイングランドエイバでは、栽培が見られる。カナダでは、レンベルガーは、ナイアガラ半島ダバで、いくつかの栽培地が見られる。ワシントン州のレンベルガーホースヘイブンヒルズの、シャンプーブドウ園とレッドマウンテンのキオナブ動園に、加えて、 焼きまバレーのレッドウィローブドウ園にはワシントン州で最も古いレンベルガーのブドウ畑があるワシントン州ではほとんどがレンベルガーとして知られており長い歴史を有する現地ではライトボディのクラレットスタイルのブレンド品からより重厚なボディで高アルコールのジンハンデル風のワインポートワインや主精強化ワインまで様々なスタイルを製造しているこのブドウは ワシントンワインの父であるウォルター・クロワ博士が好んだものであった。彼は1960年代と1970年代にヤキマバレーエーバ全体にぶどう栽培を奨励した。1976年、キオニアブドウ園のジョン・ウィリアムズは数エーカーを栽培し、1980年にワシントン州で生産された最初の商業用レンベルガーワインを製造した。 2011年時点において、コロンビアバレーエイバ、ヤキマバレーエイバにあるレッドウィローブドウ園、シャンプーブドウ園、およびホースヘイブンヒルズエイバのデスティニーリッチのブドウ園には30ヘクタールの栽培が行われているのに加え、ラテルスネークヒルズとコロンビア峡国エイバでも栽培が見られる。このブドウの歴史に関わらず、 かつてワイン製造者は消費者がレンベルガーとよく似た名前の臭いチーズと結びつけてしまうことによってこのブドウを売り込むのが困難であった。いくつかのワイン製造者はカリフォルニアのワイン製造者であったジェドスチールのアプローチ方法を採用している。彼はシャトーザ・ミッシェルと提携しワシントン州のブラウ・フレンキッシュに消費者の間で良い理解をされていないレンベルガーや ブラウフレンキッシュという名前の使用を避けるために独占的な名称ブルーフランのラベルを付けて販売した。ワイン評論家のポールグレガットによるとワシントンのレンベルガーは血の赤と表現できる色をしており軽い胡椒のようなスパイスの香りと熟したベリーフルーツの香りが特徴である。ブラウフレンキッシュから作られたワインはしばしばベリー果実の香りと胡椒のようなスパイスの風味と 特徴付けられるブラウフ・レンキッシュのワインは濃い、熟したチェリーとダークベリー様の香りがあり、スパイシーであり、タンニンの強さは中程度であり、時にはかなり豊富な酸味を持つ。若いワインは深く、フルーティーで、熟成を経てより柔らかく、しなやかで複雑になる。ワイン評論家のオズクラークによると、ブラウフ・レンキッシュが良好に製造された場合は、 レッドカラントとブラックベリーのような果実の風味を有している。このブドウは収穫時期の決定と、存熟性の有無によって調整可能な高い単人量、およびサンドレベルという潜在能力を有している。しかしながら、クラークは、ブラウフレンキッシュから作られるワインは、あまりにも多くのオークフレーバーを感受しやすく、あまりにオーク州がきつくなりすぎると指摘しています。 ブラウフレンキッシュは他の品種とブレンドした場合、しばしばブレンドに酸味と骨組みで寄与する。ワインと食事の相性において、ブラウフレンキッシュ、レンベルガーはラム肉の料理や焼いた肉料理と合わされることが多い。かつてブラウフレンキッシュはブルガリアで別名ガメと呼ばれていることが知られていたため、そしておそらく両者の間に親子関係があると考えられたため、 ボジョレイのガメシュブドウのクローンであったと考えられていた。しかし、21世紀に入り DNA 分析ができるようになると、ブラウ・フレンキッシュは、グーエブランと未知の親の子孫であり、親として、グーエブランを持つガメ、シャルドネ、リースリング、アーメンノアール、グロロノアール、ミュースカデル、コロンバールなどのブドウと、イボ兄弟であることを示している。ドイツで、ブラウ・フレンキッシュは、 カベルネ・ソービニオンと交配されて、カベルネ・ミトスを生み出したブラウ・フレンキッシュは、オーストリアで最も広く植えられている赤ワイン用、ブドウであるツバイゲルトの親であり、1922年に、ウィーン近郊のクロスターノイブルク研究施設で、フリッツ・ツバイゲルト博士により、サンローランとの交配で生まれた。これと同じブラウ・フレンキッシュ X サンローランの掛け合わせは、チェコ。 スロバキアのブドウであるアンドレを生み出す際にも使用されている。ツバイゲルト博士はブラウ・フレンキッシュとブラウアー・ポルトギーザーを交配してブラウブルガーも生み出しており、1929年にオーガスト・エロイドはバーデンビュルテンベルク州のバインスベルク研究センターでヘロロドレーベを生み出した際にも同じ掛け合わせを使用した。バインスベルクではブラウ・フレンキッシュは ドルンフェルダーとの交配でアコロンを生産し、1970年にはカベルネ・ソービニオンと交配してカベルネ・クビンとカベルネ・ミトスを生み出した。1951年、ハンガリーのセント・イシュトバーン大学の研究者がブラウ・フレンキッシュとカダルカを交配し、ルビントスを生産した。2年後、彼らはマスカット・ブーシェと交配させ、マジョラ・フランコスを誕生させた。 1986年、ブラウ・フレンキッシュは、ジュリアス・クーン研究所で、リージェントと交配して、レベルガーを誕生させた。長年にわたって、ブラウ・フレンキッシュは、以下の別名を含む、様々な名称で知られている。ブランドゥー、ブラウ・フランキッシュ、ブラウ・フランキシャ、ブラウ・ア・リンバーガー、ブラヤ・フランキッシュ、ブラヤ・フランチェイズ、ブラヤ・フランチェイズッチ、ブルー・フレンチ、 ボルゴニア、バーグントメア、セルンスコリック、セルンストレスベツク、サーニーマスカテル、カイラコリストニー、キーニーシフォンドラー、クラナフランコブカ、クラナモレブカ、ファーナン、フランキシャ、フランキシャシュワルツ、フランコニア、フランコニアネラ、フランコニアネロ、フランケニエンブルー、フランケニエンノワール、フランキンジャ、フランキンジャマドラ、フランコブカ、フランコブカセルナ、フランコブカクラナ、 フランコブカマドラ、リンバーガー、ジュボロウムズリブ、ゴミーノワール、ゲーム、カーマシン、KAK、フランコス、ケックフランク、ケックフランコス、ランパート、レンバーガー、リンバーグ、リンバーガー、リンバーガーブラウア、リンバーガーノワール、リンバースク、メイディッシュ、マドラフランキーヤ、マドラフランキンジャ、モドリーハイブリンク、モレブカ、マウスケイ、マスカテラーシュバルズ、ナギーバージェンリー、 ナギバーばあじんネスコロック、ネスコー、ネスコーシエネ、ノワールデフランケニー、オポルト、オルナフランコブカ、ポートゲイリーラウス、ポートゲイルージュ、ポーショギザローター、ポズドニー、ポズドニースコリックセルン、シュワルツリンバーガー、シュヴァルツェフレイアンカイッシュ、シュワルツェアブルグンド、シュワルツェグロブ、セリナ、シャイラコリストニー、サイラコリデトネ、サイラコルストニー、スコリックセルン、ストルフェッキローゼン、 スラリシナ、セルズレビル、テルフアトケックフランコス、ベイグイバーチェンディ、ベールカブガンズック、ボジェーバダン。ありがとうございます。